どうもベルですえ。今回はグランドマフィアの、えー、気まぐれコラムということで、えー、このゲームの、えー、初心者の方向けのガイドをやっていこうかなと思います。えー、基礎的な部分の話が、えー、メインとなりますので、あの、普段からご覧いただいている方からすると、まあ、正直、あの物足りない部分もあるかなと思うんですけども、まあ、意外と知ってるようで、まあ、知らないことだったり、まあ、このゲームのお知り合いに誘うことがありましたら、あの、その入門動画としてご活用いただければと思います。 では、あの、早速やっていきたいんですけども、まあ、このゲームって、まあ、そもそも何のゲームっていうところですよね。えー、端的に言うと、まあ、戦争ゲームで、あの、自分自身の別荘を強化していって、えー、ステータスを上げていったり、あとは、隊員を訓練していって、えー、その隊員で、え、他のプレイヤーと戦っていくゲームです。まあ、そして、このゲーム、めちゃめちゃスルメゲーです。 あの、他のゲームって、まあ、長くても、まあ、なんか数ヶ月単位とかで、まあ、楽しんでいくとかだと思うんですけども、あの、このゲームは、もう育成要素が多すぎるかつ、単純なようで、奥が、奥がもう深すぎるんですよね。なので、あの、年単位で遊んでいくゲームです。 あとまあどうしてもこのゲームあの最初理解できるまでは結構なかなか楽しさを見つけ出していくことっていうのが難しくてあの辞めちゃう方結構いるんですけどもあのそれを乗り越えて分かってくると本当に楽しいんですよねあとあのこのゲームを早期にやめてしまう方の理由としてそもそも進め方わからないっていうあの理由も非常に大きいかと思いますので今回の動画を通して少しでもそれは払拭できたら嬉しいなと思ってます はい。えー、では、まず、あの、自分の別荘に入って、あの、常にやるべきことなん、やる、あの、やるべきことなんですけども、えー、建設と、投資とトレーニング。えー、これは、あの、常にやっていきましょう。あの、建設については、あの、別荘のレベル上げを、あまずは最優先で。えー、あの、建物の、建物の最大レベルは、えー、25になっておりまして、えー、それ以降は、あの、ランクというものに、えー、切り替わっていくんですけども、まずは、あの、別荘のレベルを、 25, 25にするのを目標にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。あの、別荘がレベル25になるまでは、あの、他の施設をまんべんなく上げていくのではなくて、あの、この別荘レベルをあの最優先で上げていくのがいいんじゃないかなと思います。また、あの、投資についてなんですけども、投資センターで進めていくものです。で、こちらを進めていくことで、ステータスを上げていったり、あの、兵隊自体のティア、すなわちレベルですね。 そちらを、あの、新しい、えっと、ティアの兵士を解放していくことができます。まあ、この単位を進めつつ、あの、経済の項目を合わせて進めていきましょう。ただ、あの、このゲームの、えー、一番ティアが高い単位を、あの、解放していくためには、えー、投資センターを、えー、レベル25にする必要があります。えー、そこで、あの、建設の話に戻るんですけども、あの、投資センターをレベル25にするのって、 あの、すべての建設物をレベル25にする必要があります。あの、デパートはちょっといらなかったような気もするんですけども、まあ、基本的にはほぼすべてですね。あの、複数建てれる資源生産施設だったり、あとは病院とか、あの、ダイヤ加工所については、一つ、各一つをレベル25にすれば OK です。 ま、言うて、まあ、資源と加速あれば上げられるし、まあ、レベル25にするのにも、えするのに、まあ、ゴッドファーザーの設計図が必要だと思うんですけども、まあ、それもま、そこまでゴールドかかるわけじゃないので、あの、えっと、問題ないかなというふうに思われた方いらっしゃると思うんですけども、え、一つ落とし穴がありまして、あの、この、えっと、換金所と、え、シークレットハウスと、え、組織ホール。 えー、この三つの施設のレベルを上げていくのがめちゃめちゃ大変です。えー、なぜあの大変かと言いますと、えー、この三つの施設って、あのー、専用の建設素材が必要になります。あの、それがめちゃめちゃ大変です。あのー、これ1個、えー、10ゴールドの素材が各種2万個、えー、合計で6万個必要になります。 なので、1個10ゴールドだと、1ゴールドだとしても、えー、合計で60万ゴールドです。めちゃめちゃ大変です。また、あの、これらの素材については、あの、課金でも入手することができるんですけども、まあ、正直お得ではなくて。あの、2400円で1000個とかなので、まあ、全然買うべきではないです。あの、組織ギフトだったり、このファミリー建設マテリアル。 えっと、建築マテリアル交換券とかでも、ま、交換することができるんですけども、ま、結局は、あの、ゴールドで買うことになります。あと、あの、ゴールドストアで、あの、ゴールドストアで買うと、これ単価が1個15ゴールドなんですよ。なので、えっと、ゴールドストアでは買わずに、あの、この建設をした時に、あの、この建設素材が足りないと、あの、プラスボタンで、えっと、購入することができるようになるので、そこから、えっと、1000個で1万ゴールド。 あの、そちらで買っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、本当んあの、ここからこのゲームの初めの難関になるのかなと思うんですけども、あの、これを乗り越えて、もう T4 解放すると、まあ、一気にこのゲームの世界が変わっていって、あの、このゲームを戦争ゲームとして、あの、楽しめるようになるかと思いますので、ぜひ T4 解放まで頑張っていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、あとあの、この建設しかり、投資しかり、まあ、訓練しかりなんですけども、めちゃめちゃ時間がかかります。 ですかのこのゲームは、その速度をどんどん上げていくことができまして、建設ならば、建設速度。投資だったら、投資速度。訓練だったら、トレーニングスピード。そちらを上げていくことで、どんどん必要な時間っていうのは短くなっていきます。この建設速度だったり、投資速度については、まず、リーダーのレベルを上げていくと振っていけるリーダースキルですね。 こちらで、建設速度、建設スピードだったり、投資スピードの項目がありますので、あの、まずはそ、そちらを振っていきましょう。で、あとは、専用の装備。えっ、ー、と、建設だとアーキテクト装備。こちらの、これじゃないすいません。えっ、ー、と、こちらですね。こちらのアーキテクト装備。もしくは、えっ、ー、と、投資だとインベスター装備。 そちらを装備することで、あの、大幅に、え、建設速度と、え、投資速度を上げていくことができますので、え、そちらを優先して作っていくのがいいんじゃないかなと思います。あと、あの、建設だったり投資には、え、組織ヘルプをもらうことで、え、現在の残り時間に対して1%、え、加速することができます。え、こちらですね、組織ヘルプ。では、あの、これ、めちゃめちゃでかいです。 あの、そもそもまあ、投資者は何ぞやと思われた方もいらっしゃると思うので、あの、ご説明させていただきますと、えー、このゲームの、あの、同盟及び、え、チームのようなものです。あの、基本このゲームって、まあ、全員敵になるんですけども、あの、唯一の味方になります。まあ、組織メンバーと、まあ、交流していったり、まあ、一緒に敵を倒したり、まあ、このゲームを、まあ、ソロでやることって、まあ、不可能なんですよ。 もちろんやること自体はもちろんできるんですけど、あの、このゲームを100%楽しんでいくことはもう到底不可能ですので、あの、必ず、必ず組織に加入していただくのがいいんじゃないかなと思います。また、あの、組織については、あの、日本人のみのチームだったり、えー、各、えっ、ー、と、各国籍混合のチームなど、違いがあるのはもちろん、まあ、戦争をバンバンやっていく組織もあれば、まったりやっていく組織もありますので、えー、自分に合った組織で戦う、あの、楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思います。 では、の話の方を戻るんですけども、その組織の機能の一環で、組織ヘルプというものがありまして、こちらより組織メンバーにヘルプをもらうことができます。ただこれ一つ注意点がありまして、この加速は現在の残り時間に対してかかっていきます。あの、最初の時間ではないんですよね。なので、ヘルプをもらう前に、 えっと、加速アイテムを使ってしまうと、あの、加速した後の時間に対して1%の時間がかかってくることになりますので、あのヘルプの恩恵を最大限活用することができません。なので、基本的にはヘルプをすべて押してもらってから加速するようにしていきましょう。また、あの1、1%加速されるとして、その加速時間が1分に満たない場合は、1分間加速されていきます。 また、あの、次に、毎日すべきことについてお伝えしていきたいんですけども、先ほどの建設と、ま、投資とトレーニング。それに加えて、デイリータスク、該当の覇者の攻撃。えっと、こちらですね。こちらへの攻撃と、あとは実行ポイントの消化。あとは、ストリートファイト。これらの4つが挙げられます。デイリータスクについては、 あの、このゲームの日課のようなもので、あの、デイリータスクをやっていくと、まあ、ちゃんと他にやるべきこともどんどんやっていけるので、積極的にやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。えー、次に、該当の覇者に、街頭覇者についてなんですけども、えー、こちらの世界マップに行くと、えー、こんな感じで NPC がいます。で、こちらを攻撃すると、えー、報酬がもらえまして、えー、攻撃するのには、えー、こちらのエネルギーが必要です。 で、このエネルギーについては、え時間がどんどん経過していくと、どんどん回復していきまして、あの、ただ上限に達してしまうと、あの、回復しなくなってしまうので、あの、溜まったらバンバン使っていただくのがえいいんじゃないかなと思います。え、またあの、次の、え、実行ポイントについてなんですけども、え、こちらもエネルギー同様に、え、時間経過で回復していくもので、あの、該当カジノを攻撃していったり、あの、レーダーの手掛かり追跡ですね。 えー、まずこちらが該当カジノで、えっ、ー、と、こちらが、えー、手がかりの追跡ですね、えー。基本的にはこの手がかり、手がかり、えっ、ー、と、手がかりの追跡を優先していただいていいんですけども、あの、どちらも報酬を獲得することができますので、まあ、たま、あの、たまったらどんどん、あの、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。えー、最後に、えー、ストリートファイトについてなんですけども、えー、こちらはあの、英雄カケラを入手できるものですね。 え基本的には、あの、欲しい英雄の、え、リートモードの、え、スキップで OK です。あの、この英雄についても、あの、無課金で集めていけるものは、え、しっかりと集めていきましょう。でえっと、まずは、あの、この最初の投資バフだったり、あの、エネルギーの回復バフだったり、あの、非常に優秀なバフを持っている、え、夜車を集めていくことがおすすめです。まあ、以上の、え、建設と投資とトレーニングと、 デイリータスクと、該当の覇者と、実行ポイント消化と、ストリートファイト。この7つは忘れずにやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。また、あの、毎日すべきことは、もちろんこの他にも大量にあるんですけども、とりあえずはこれを押さえておけば OK です。多分、あの、デイリータスクの方をやっていけば、あの、その他にもやるべきことをどんどん終わらせていくことができますので、まあ、デイリータスク、本当に大事ですね。 では次に、えっと、このゲームの単位について触れていきたいんですけども、このゲームの資源は、あの、何百何千という単位ではなくて、場合によってはもう何億とか、何十億というようになります。なので、えっと、一般的にも使われているもので、英語での単位表記ですね。そちらを使ってやっていきます。まずは、キロですね。えっと、こちらについては、ま、あの、1k イコール1000なので、 あの、簡単かなと思うんですけども、えー、次にメガです。あの、メガなので100万です。で、あの、1000K で、えー、っと、1M、えー、っと、1M になります。で、そして次にビリオンです。えー、っと、ビリオンなので、えー、っと、10億です。えー、っと、なので、えー、っと、1000メガで、えー、1B になります。 あの、組織チャットとかで、あのー、まあ、K とか M とか言ってるけど、まあ、そもそもこれってなんだというところで、あの、割と、まあ、初心者の方のつまずきポイントかなと思いますので、まあ、参考になれば嬉しいなと思います。えでは次に、戦闘について少し触れていきたいんですけども、え他のプレイヤーの別荘を攻撃する際にはえ、英雄と兵隊を選択していきます。で、あの、まず英雄選択についてなんですけども、 こちらは自分自身のリーダーを選択していないと自分自身の装備だったりスキルなどのセータスを戦いに加えていくことができません。なので戦いの際はリーダーを連れていきましょう。ただ、あの、このリーダーについては、あの、自分自身の別荘が10レベル以上かつ相手が監禁所を持っている状態で攻撃した部隊が全滅してしまうと捕虜になってしまいます。この捕虜になるというのは あの、非常に、あの、デメリットが大きくて、もうリーダーがいないと、あの、スキルなどの効果も発動することができなくて、もう建設だったり投資が全く進まなくなってしまいます。まあ、その他にもいろいろデメリットあるんですけども、まあ、とにかくリーダーは捕まらないようにしましょう。あの、本当相手に、相手を攻撃する際に、あの、偵察をすれば、あの、相手にどれだけ兵数がいるかっていうことはわかりますので、まずは相手を攻撃する前に、あの、 偵察していただくのがいいんじゃないかなと思います。一応、あの、相手が、えっと、偵察をできなくする、偵察妨害というアイテムを使っている場合は見ることができないんですけども、本当必ず、あの、相手ら偵察をして、あの、勝てる確証がある場合のみ、基本的には攻撃していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、あの、このゲーム、逆に攻められることもあります。 その場合、攻められてしまって、自分の兵士が全滅してしまうと、自分のリーダーが捕虜になってしまいます。それを回避するためには、えっ、ー、と、急戦協定を張っていくか、あの、このシェルターですね。あ、すみません。えっ、ー、と、セーフハウスですね。こちらに自分自身のリーダーを逃がしておきましょう。あの、序盤だと、本当に、あの、リーダーがいないっていうだけで、めちゃめちゃ出遅れちゃうので、 あ本当、リーダーはめちゃめちゃ大切にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。また、あの、リーダーについては、まあ、英語だとアンダーボスというあの表記になってますので、結構 UB と略されることが多いです。でまた、あの、リーダーには、えっと、レベルがありまして、あの、このレベルを上げていくには、経験値を集めていく必要があります。えー、そちらについては、あの、ストリートファイトをやっていったり、まあ、街頭覇者をやっていったり、いろいろなことで入手できるんですけども、 こちらの別荘タスクですね。こちらの投資だったり、建設だったりをレベルアップしたりでのミッションをこなしていくことで、あの、酬をどんどん獲得していくことができるんですけども、そちらをクリアして受け取っていくことでも経験値を獲得することができます。ただこと、あのここ一つ注意点がありまして、あのリーダーレベルの上限って60なんですけども、あの上限になるまでは全然受け取っても OK です。 ただ、それ以降については受け取らないようにしましょう。まあ、少しスタミナだったり、あの経験値はもらえる、あの資源だったりもらえるんですけど、あのこれ受け,受け取っちゃうと、あの実力値も上がっちゃうんですねこの実力値っていうのは、あの建設だったり投資を進めていくと上がっていったり、単位を増やすことでも上がっていく、ある種、強さの指標にはなるんですけども、この別荘タスククリアでも上がっていきます。 ただ、あの、この別荘タスクのクリアで実力値を上げていっても、え実際の強さには何も結びつきませんしえ、この実力値が上がれば上がるほど、最終的には他の都市に移転しづらくなったりあの、どんどん不便になってしまいます。また、あの、このあの、実力値を上げな、あの、抑えるという意味合いで、あの、投資の、この防御と上級防,上級防御、これも本当にやらないで OK です。あの、本当にやっても、 全く意味がない上、無駄に実力値上がっちゃうんですよ。あの、本当今から始める方だったり、まだ終わらせない方は、あの、今後やらないで、あの、他の投資に注力していただくのがいいんじゃないかなと思います。え、また最後に少し、え、このゲームの課金について、え、触れていこうかなと思うんですけども、え、まず最初に、えっと、えっと、こちらですね。えっと、こちらの、 え、キラクイーンが手に入る、誰よりも一歩リードというパックが出てくるかなと思います。え、そしてまあこれ運営がめちゃめちゃ押してきますね。え、ただ、あの、課金される方でも買わなくてもぶっちゃけ OK です。え、このパック、え、120円、600、610円、え、2440円、6100円。 とあの、買っていくことに新しいパックがどんどん出現し、えっと、出現していきまして、最終的には12000のパックを2つ買うことで、このキラークイーンを黄色にすることができ、できたり、あとはまあ、時アイテムもたくさん入手できたり、あとはリーダー、リーダー経験値の獲得量を上げていける、こちらの装備ですね、を入手していきたりするんですけども、あの、キラークイーンって、序盤は優秀なんですよ。 ただ、あの、最終的には、あまり使わなくなります。あの、もちろん、あの、課金額次第ではあるんですけども、あの、無理して、あの、このパックを買っていかずに、あの、各課金英雄が、え、600円で売り出されていきますので、え、そちらをコツコツ買っていただく方が、え、最終的には、あの、強くなっていくのかなと思います。また、あの、こちらのパック、ま、いろいろあると思うんですけども、あの、常に1万2000円のパックだったりもあるんですけども、えー、最、基本的には、あの、最初600円で、 あの次に2400円のパックが出ていって、2400円のパックを買うと、次に6100円のパックが出ていって、次に12000円のパックが出てきて、その後は12000円のパックが何回でも購入可能になっていくんですけども、どんどん効率は落ちていきます。で仮に6100円まで買っていたとしても、日本時間の月曜日の朝9時には6 0 0円のパックに戻ります。 またあの、なぜ朝9時なのと思われた方いらっしゃると思うんですけども、えこのゲームはあのグローバルなゲームなので、UTC、すなわち、協定世界時がベースとなっています。で、あの、UTC が0時になるのがえ、日本時間の朝9時なのでえ、そこでリセットがかかるという寸法ですね。ただあの、このゲームって、本当に上を見るともうキリがないです。もうトップランカーなんかはもう課金額がもう優に1億円を超えてて、 あの、自分のペースで、もう無理ない範囲でやっていくのが、もう一番楽しめると思いますので、もういいんじゃないかなと思います。はい。えー、ということで、今回もグランドバフィアの初心者ガイドの方をやってきたんですけども、あの、このゲーム、本当に奥が深く、まさに、本当に奥が深くて、あの、一年以上プレイしてても、まだ、あのた、わからないことがたくさんあるという方が多いと思いますし、私自身もまだ、あの、全部わかっているわけではありません。 ただ、あの、本当に面白いゲームで、あの、続ければ続けるほど楽しくなっていく類のゲームなのじゃないかなと思います。えー、まあ、最初は、まあ、シティ内での、えー、自分のサーバーの中での戦いなんですけども、えー、最終的には、クロスサーバーのイベントになりまして、えー、互いの組織の、まあ、プライドをかけた、え、熾烈な争いが待っています。えー、集長戦という、まあ、イベントなんですけども、私自身、まあ、正直、それをやりたいがために、まあ、このゲームをやっていると言っても過言ではありません。 あの、ほんと、めちゃめちゃ奥が深くて、まあ、難しいゲームなのに、まあ、全然あの、情報が公開されてなくて、まあ、たえっと、挫折されてしまう方も多いと思うんですけども、あの、ま、ゲーム内だったり、まあ、コメント欄の方で、ま、チャットいただければ、私の分かる範囲でお答えさせていただきますし、え、この動画の他にも、色々とこのゲームの、え、解説動画の方を上げておりますので、え、気になった方はそちらをご覧いただけると、え、嬉しいなと思います。はい。えー、ということで、今回の動画はこの辺りで、動画の方を、え、締めたいなと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたらチャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで。バイバイ。